私あの昨日ムーン一昨日アフタヌーン担当してどちらも秋晴れで当てたんですよ。でなので秋空にしたいなとずっと思ってたんですけど、でも今日今回の企画を考えると夕焼けなんですか。いやでもな難しいですね。あグラデーション、夕焼けのグラデーションですよねきっと。そう考えると夕焼け入ってもおかしくないんだよな。どうなんでしょう、秋空を貫こうよと、貫いていいんですかね、攻めの夕焼け、守りの秋空じゃ。スタッフの性格を考えるんだと、いや昨日とスタッフさん変わってるんですよ。うわ夕焼けかな、秋空っぽいと思いますと、どっちでしょうか皆さん、どっちだと思いますか。いやー秋空、秋空かな、じゃあ秋空、夕焼け、秋空行ってみようと。怖いわ。じゃあ皆さんちなみにどちらが多いですか、秋空ですか。じゃあコメントは秋空が多いらしいです。私も最初思ったのが秋空だったのでですね、実際秋空が多いかなと思ったんですけど、そうなると皆さんコメントで夕焼けが多いですか。でもなリポート3通とも夕方の時間帯なんですよね。あグラデーションがあるからやっぱり夕焼けですか。攻めます、今回じゃあ夕焼けクロス迷いましたもんね、夕焼けでいいですか。すごい悩むですね、そこ3やっぱり3勝したいじゃないですか、時間なんで。わあじゃあどうしますか、じゃあ秋空にします、秋空いきます。正解は秋空、せーの、はい、おリポート言って秋空って私が最初に言ったのでびっくりしたみたいです、スタッフさんは。確かにでも秋空だなと思ったんですよ。じゃあやっぱり直感大事なこと分かりましたね。昨日一昨日で秋晴れだったんで、やっぱりこの確かそのワードもなんか中間のランキングだった気がしたんですよ。なので、まあ、6位秋空が入るかなと思いました。ありがとうございました。やっぱりね最初の直感は信じた方がいいということが分かりましたね。ありがとうございました。はい、では改めてランキングを見ていきましょう。松田です。